ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのテナント物件渡辺さんの方にお邪魔しております。早速ご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、このように内装がすごく綺麗な事務所仕様になっておりまして、床はですね、もう綺麗なこのフローリング調のクッションフロア、まあですね、もうすぐにねこのまま使っていただけると思います。壁紙もですね、バッチリもう真っ白でね、壁紙がついておりまして、天井はこのように蛍光灯でね、照明がついております。窓はですね、非常に多いお部屋になっておりまして、風通しがバッチリできますね。ここは駿河町の通り沿いになっておりまして、目の前にはコインパーキングなんかもねございますので、お車での通勤の方もすぐ止めていただくことができます。で、奥にもねバルコニーがついてますので、すごいね、こう面してる部分がね大きいですね。で、こちらには給湯室がございますので、こちらでちょっとしたねお食事なんかも作っていただくことが可能ですね。で、お手洗いも専用でございます。独立の洗面化粧台もついてますね。で、奥にお手洗いがございまして、ゆったりと使っていただくことができますね。まあね、まるで住居のような綺麗な内装となっておりますので、まあ、明るく広々とデスクをですね、ドーンと置いて使っていただくことができる物件ですね。こちらですね、JR 奈良駅と近鉄の奈良駅、両方ですね、歩いてでも通勤可能な物件となっておりますので、大変便利な物件ですね。ぜひこちら、さまざまな業態でお探しのお客様、こちらの物件でご検討いただきたいと思います。詳細は弊社のホームページでぜひご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の助では皆様の物件探しを全力で応援いたします。以上でご紹介させていただきました。